久しぶり。いや、またしちゃった。うん、大丈夫よ。Hello， 大家好，我是蒋爹。大家好，我是哈瑞。是我在就职活动的时候认识的好朋友，然后我们到现在都还是持续有在联络，已经认识差不多一年。知り合って一年ぐらいかな。そう、一年ぐらい。一年ぐらいで。他的今何歳だっけ？22歳。22，もう若い。他还非常的年轻，我已经离这个岁数有点遥远了。もう若いの青春の光がもうやばいです。いや、若いでしょ。若くない、若くない。春2月、今年の2月ぐらい台湾に行って、そこで。二人会って写真撮ったんだよね。たまたまね、あったんだよね。うん、写真はこちらです。さあ、で、あと台湾にいてどこにいたんだっけ、観光地として。観光地で101に行きました。101？ 写真ある？写真。あ、このキャラクター、キャラクターが面白い。これ何のキャラクターで見たことないんだけど。これ何のキャラクターだろうね。あとどこ行った？あとは キューブ。キューブ。なんか千と千尋のところ。そうそうそう。あそこは、え、夜でいた？夜行った。夜行った方が綺麗だよね。夜行ってめっちゃ綺麗だった。あとは行ったのは、あ、西門、西、あ、西門、西門町、なんか、渋谷みたいな存在で。そうそうそう。あ、ここも行った。ここどこ？見たことない。どこだろう、俺も忘れちゃった。あ、そもそもちっちゃい、これちっちゃいわ。全然見えない。全然見えない。あ、このラブっていう、うん、なんか101の目の前にあるところがあって、うん、新宿にもあるんで。あ、そうなの？知らなかった。あ、逆に台湾人があんまり101行かないから分かんないかな。うん、あとはここで、うん、あかん、日本人は絶対見るやつだ。びっくりした。なんで、うん、だってこんなの日本にないから。あ、そうなの、うん、あ、台湾、あ、日本はその軍隊？軍隊がない。軍隊がないんだよね。さて、今日の企画は、台湾に行って衝撃を受けたことを紹介したいと思います。台湾にで衝撃を受けたことはあります？まずね、バイクの、ね、数が多い。ああ、確かに日本はあまりバイクがないかもしれない。なんで日本人がバイク乗らないの？え、車の方が便利だから、うん、あと電車、うん、電車もあるし。あとなんかあまり台湾のみんなおしゃれとかあまりできない。あ、それはバイクでヘルメットをかばないといけないから、うん、そんな感じで。あとは、うん、なんだろう、普通にコンビニにゲーム売ってるっていうのもびっくりしたね。日本は売ってない。売ってない、売ってない。あとなんだろう、雑誌、うん、でカラーっていう雑誌、アイドル雑誌を買いました、うん、あ、ちなみに、はるかさん、なんか元アイドルだった？そう、昔アイドルやってました。そうそうそう。で、台湾のあの雑誌を見て、一番かっこいいなと思った人とかあっていたりします？うん、ビースジン。ビースジン、そう。ビースジンがかっこいい。イケメン、めっちゃイケメン。なんかその、あ、似てるもんね、はるかさんが。全然そんな感じで。でも、台湾のコンビニで、私も日本に来てコンビニで食事してたことがある。なんか日本はコンビニで大人向けの雑誌が普通に置いてるの。日本はね、あれはおかしいよね。あれはびっくり、うん、台湾じゃありえないもんね。ありえない。子供が見ちゃうから良くないかなと私勝手に思ってて、うん、台湾で台湾人に話しかけられたことは、うん、そう、台湾で、うん、お店で女の人の店員さんに、うん、なんか芸能人に似てるって言われた。誰だ、台湾の？台湾の芸能人。ね、誰？わかんない。誰だかわかんないけど。如果那位店员你有在看的话，麻烦你告诉我他到底像谁。然后还是说大家有觉得他像谁的话，都欢迎在下面留言给我们。コメントしてください。誰と似てるの？全然わかんないな。似てる人いるかな？スターバックス？うん。日本より台湾の方が圧倒的に味が美味しい。あ、そうなの？うん、まあ、あんまり台湾でスターバックス行かないかもしれないか分かんない。なんか台湾のスターバックスちょっと給料と一緒に比べて高いから。しかも安いし美味しいし、うん、名前も書いてくれる。あ、そうそうそう、名字ね、うん、あ、名字聞かれた？名字聞かれた。聞かれた、日本人なのに。そう、なんかこう、うん、どっちを言えばいいんだろうみたいな。うん、言った？言わなかった。
て何も書いてなかった。何も書いてない。うん、あと台湾ではなんか買一送一というイベントがあって、スターバックスは一つの飲み物を買ったらもう一つ飲み物をプレゼントするよみたいなのがあって、うんうん、高いからそういうキャンペーンやってるかな。日本はあまりない。ないないない。日本は全然ない。日本はスターバックスは普通に他のカフェとはあまり値段が変わらないのイメージがある。うん。うん、建物と建物の間が狭い。ああ、それは店のこと？そう、店もそうだし、マンション、マンションのアパートとか、間が狭い。うん、あと台湾のその店と住宅区はあまり離れてない。うん、で混ぜってるって感じ。近い。そう。面白い。なんかでも台湾にいてもただ確かに2日3日しかないんだよな。うん、3日ぐらい。うん、ちょっと残念なの。中国語勉強しようと思う？中国語勉強したい。話せるようになりたい。もし皆様が春に中国語を教えてあげたいならぜひコメントしてください。お願いします。え、前会ったのはいつだっけ。もう台湾の時。台湾の時じゃなくて2月から5月。え、もう1回会ったよ。え、もう忘れた。ひどい。いつ会ったっけ。確か会社に入る前。そう、渋谷で。あー、うん、そこ、あ、思い出した、うん、思い出した。あ、もう春がライブ行く前に。あの、ごめん忘れた。ライブ行く前に会った。うん、もう春前元アイドルだったから、もうよくライブとかも参加してて、前はライブの前ほんと直前にちょっと会った。30分ぐらいで感じかな。うん、でも今春は立派な会社員として。会社員です。そう、働いてます。はい、今回のビデオが面白いと思ってるならぜひいいねをしてください。いいねしてください。はい、ぜひ私のチャンネル登録と春のツイッターとインスタグラムをフォローしてください。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。バイバイ。